恥ずかしいとかって隠したりとかしなくていいんです。みんなに認知症なんだってことを伝えて周囲のサポートを受けましょう。意外とみんな助けを求められると嬉しいもんですから大丈夫です。メーカーライフ代表の堤と言います。よろしくお願いします。この動画は本を読む機会がないなとか読む時間もないよっていう方のために作ってみました。たくさんの方に認知症について知っていただきたいので、ぜひ最後まで見ていただきたいなと思います。そしていろんな方に広めていただきたいなと思います。じゃあ今回は認知症をテーマにしてまたお話ししていきます。僕はやっと認知症のことが分かった、こちらの本ですね。認知症医療の権威である長谷川和夫先生ご自身が、認知症になって医師の目線から、分かったこととか伝えたいことっていうのをこちらの本で書かれています。まあ、第1章では簡単に言うと認知症は誰にでも自然に起こり得ることで恥じることなく公表していきましょうと、自分は認知症なんですってことを公表していきましょうと、周囲の理解を得て普段通りの生活を送っていきましょうということを言いたいんだと思います。認知症について不安に思っていたりとか、学ばれている介護士さんとかご家族様そしてご本人様にぜひ読んでいただきたい本ですので、もしよければ手に取ってみてください。はい、そしてですね、長谷川先生は認知症イコール特別なものではないと言っていますし、別人になるわけではないとも言っています。まあ、どうやら認知症なんじゃないかと自分で思った時、思った行動が家の鍵をかけたか確認しても何度やってもあやふやで確信が持てなくなってしまったこととか、日付とか曜日が分からなくなってしまったというところで、まあ、認知症なんじゃないかなと思うようになったそうです。受診をして認知症ですよという診断を受けました。それでも、先生は講演の方をいろいろ続けていて、ある時実は認知症なんですよ、でも普段通り生活してますよと自然にこの言葉が出てきたそうです。でこれは大事なことを伝えたい気持ちだとか人事ではないということから、自然に出てきたんじゃないかなって思ってます。長谷川先生の言う大事なことっていうのは一体何でしょうかと、誰もが認知症になる可能性があって自然なことですよと、認知症になっても人であるということ、人生100年時代という長寿時代で誰もが向き合う必要があるということ、普通の生活を送ることが大事だよ、誰もが認知症になる可能性があって向き合う必要があるという言葉から人事ではないんだよということをおっしゃりたいなと思います。長谷川先生はある時ショックだったですかと聞かれたそうなんですけれども、少なからずショックは受けたけども、まあ、なったものはしょうがないと考えることができたということです。ただこれについては今まで普通の暮らしをしてきた認知症とはかけ離れた生活をしていた人たちからしたらこうはまだ思えないと思います。これは長谷川先生が長年認知症医療に携わっていたからこう思えたのかもしれないし、もともとの性格もあったのかもしれません。まあ、認知症についてたくさん学んでいったら実際に認知症になった時にまあ当たり前だなって思えるようになってくるかもしれません。ショックを受けること自体結構それがまたストレスになって、認知症の進行を進めてしまう可能性があるので、認知症になるのは当たり前だっていう心構えをしていくのは必要なんじゃないかと思います。で、あと我々介護士が認知症になった方に、なんで自分は認知症にならなきゃいけなかったんだ、なんで自分なんだって言われることがあるかもしれません。その時にきっと何も言えないのが普通だと思います。何も声かけてあげられなかったって落ち込む必要はないんです。っていうのは長谷川先生も患者さんが受診に来られた時に何も答えられなかったって言っているんですね。でこれなんでかっていうと、真剣に悩んでいる方に対して生半可な慰めは通用しないって思ったからそうです。なので自分の中で僕も一緒に悩みますよと思いながら手を握り続けたとおっしゃっています。僕自身もそうですね、
生半可な気持ちでいや大丈夫ですよとか言えないと思う。こういうノンバーバルコミュニケーションを使って寄り添っていくしかないかなって思います。じゃあなんで、長谷川先生公表したんでしょうかということなんですけど、認知症についての正確な知識、認知症の人への接し方、認知症を理解して支える存在とかその仕組みが絶対に必要だと思ったからだそうです。でさらに面白いのが、自分自身がよりよく生きていくためともおっしゃってました。でこれは認知症のありのままを伝えて少しでも人様や社会のために役立つことをしたいという思いがあったからだそうです。多分よりよく生きるっていうことは自分の存在意義があることだと思うし、その存在意義を明確化するっていうことが社会の役に立つとか人の役に立つっていうことだったんじゃないかなと思います。じゃあですね、詩吟過流性認知症って聞いたことありますか？僕は実はなかったんです。こんなタイプの認知症があるんだなっていうのは知らなかったんですけど、長谷川先生は詩吟過流性認知症という診断を受けていらっしゃいます。80歳代とか、高齢になってから現れやすく、進行が緩やかですよと、アルツハイマー型に比べても緩やかだっていうことでしたね。80歳を過ぎてからなる認知症を晩節期の認知症って呼んでます。この晩節期の認知症になる人っていうのはこれからどんどん増えていくと、人事じゃないんだよっていうことですね。先ほど僕はこのタイプの認知症聞いたことないって言いましたけれども、単純に勉強不足なのもあるかもしれないですけど、これを知り得る機会も少なかったんじゃないかなって思います。結構知らない人多いはずで、僕も認知症サポーター養成講座をやったりとかしてる中でも、4大認知症とかそんなもんで、他にもありますよってテキストに書いてあるんですけど、よく目にするのはやっぱりその4大認知症のアルツハイマー型、レビー小体型、脳血管性認知症とか、前頭側頭型とか、この4つが主に言われているようなタイプですよね。本当に他にもいろいろタイプがあるそうなんですけれども、ただこの詩吟過流性認知症って、80代などの高齢になって現れやすくなるっていうので、これからどんどん増えていくんじゃないかなと思います。なので、覚えておいてほしいなと思います。じゃあ次ですね、周囲のサポートが必要だということをおっしゃってます。理解力とか判断力がこう弱っていくんですけど、それを補うためにやっぱり周囲のサポートが必要ですと。家族などのサポートがあって、なんとか普通に近い、暮らしができるともおっしゃってますね。認知症は恥ずかしいと思わせてしまうような社会であってはいけないと。家族のサポートだけじゃなくて、地域の人とか家族以外の周囲のサポートっていうのも必要になってくるんで、認知症は恥ずかしいって思わせてしまうような社会であってはいけないとおっしゃってます。自分は認知症なんだって周囲に言って、自分が認知症であるっていうことを分かってもらった上で、今まで通りに付き合っていける、そんな社会になってほしいともおっしゃっています。ちょっと短くしていくと、認知症は誰にでも自然に起こり得ます。恥じることなく公表しましょうと。周囲の理解を得て普段通りの生活を送りましょうということを第一章では伝えたかったのではないでしょうか。認知症になるんじゃないかなって不安に思ってたりとか、自分は認知症なんじゃないかって不安に思っている方は、本当に誰にでも自然に起こり得ることだと捉えていただいた方が心がすごく楽になると思います。周囲のサポートが必要になってくるので、恥ずかしいとかって隠したりとかしなくていいんです。みんなに認知症なんだってことを伝えて周囲のサポートを受けましょう。意外とみんな助けを求められると嬉しいもんですから、大丈夫です。周囲の理解を得た上で特別なことをしてもらうとかいうわけじゃなくて、分かってもらった上で普段通りの生活をしていきましょうと。私たちは周囲のものとして、認知症の方に対しては認知症なんだなって理解をした上で、その方に普段通りの生活を送ってもらえる
ようにサポートをしていってほしいと思います。何か特別にやるとかじゃなくて、ただ見守るだけでもいいんです。何気なく見守っていただきたい。少し遠くから見守ってもらうとか、で困ってそうだったりして、あ、もしかしたら危ないかもなって、でもし何か本当に危険そうだと思ったら、大丈夫ですかってすぐ手を差し伸べてあげられるような心構えをしていただけたらいいなって思います。はい、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければチャンネル登録などしていただけると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。長くなっちゃった。